のアメリカ合衆国のオカルトアクション映画。2007年のゴーストライダーとは、主演がニコラス・ケイジであるということが共通しているだけで、物語としての関連性は、ほぼない。瀕死の父の命と引き換えに、ロワークと契約し、地獄の処刑人ゴーストライダーとなったジョニー・ブレイズ。制御の効かぬ、自身の中の悪魔に絶望しイントン生活を送っていた。 ある日、黒人神父のモローが現れ、呪いを解く代わりに一人の少年を守れと依頼される。少年ダニーは、母ナディアと二人、スリで生計を立てる逃亡生活を送っていた。この少年こそ、ロアークが、この世で完全な体を手に入れるために生まれてきた、ロアークの息子だった。かつてナディアが、瀕死の重傷を負った時、その命を助ける代わりに、悪魔の子を解体する契約を、 ロアークと結んでしまったという。ロアークは、息子、ダニーを捕まえるべく、ダニーの母、ナディアをよく知る悪人キャリガンに、ダニーラッチを依頼する。キャリガンの手がダニーに迫ろうとしたとき、ジョニーは、ゴーストライダーとなり真夜中のハイウェイを駆け出した。フィルム中のライダーは、特別な車両を使用しています。バガー288、世界最大の陸上車両。 罪人の気配に引き寄せられたゴーストライダーは今まさにダニーを連れ去ろうとしているキャリガン一味にたどり着く。ところが武器の密売を手掛けるキャリガンから不意にグレネード弾を撃ち込まれまんまとキャリガンにダニーを奪われてしまった。ジョニーとナディアはキャリガンを知る男から力づくでキャリガンの隠れ家を聞き出しダニー奪還に向かう。2007年2月9日 マーベルのプロデューサーのアビアラドがプレスイベントでゴーストライダー2の企画を発表した。また、ピーター・ホンダはメフィスト役で再出演したいと述べた。2007年12月上旬、ニコラス・ケイジもまたゴーストライダー役での再出演に関心を示した。ケイジは新たなビランを提案し、ダニー・ケッチの登場が噂された。 ニコラス・ケージは2008年9月の異軍のインタビューで、コロンビアと続編に向けてのミーティングが始まったと述べ、ゴーストライダーがカトリック教会と連携し、ダヴィンチコードのような時代精神のある作品になるだろうと語った。2009年2月、コロンビア映画は、ゴーストライダーの続編を制作し、ニコラス・ケージが再び主役を務め、新たな脚本家が雇われるという話が浮上した。 2009年9月23日、デビッド・ S ・ゴイヤーが続編の脚本家として雇われたと報じられた。ゴイヤーは続編に関して MTV のインタビューを受け、前作の8年後の話となり、2010年までにクランクインすることを希望していると述べた。続編のタイトルは、ゴーストライダー、スピリット・オブ・ベンジェンスとなり、マイケル・デルカがプロデュースし、PG-13 で上映される。 2010年7月14日、ニコラス・ケイジの復帰が確定し、マーク・ネベルダインとブライアン・テイラーのコンビを監督にするために交渉をしていた。7月、ケイジは2010年11月に撮影が始まると明かした。スーパーヒーロー・ハイプのインタビューでエヴァ・メンデスは再出演しないことが明らかになった。映画はルーマニアとトルコで 3D で撮影される。 2010年11月に、ルーマニアのブカレストで主要撮影が始まり、その後、シビウ、ロビナリ、ビドラルコ、トランスファガラシャン、フネドアラに移った。2011年1月24日に撮影は完了した。キッカワサムライロック、ありがとうございます。